humans are far... Being flexible and resolute. Death. Humans are far more destructive. You made the choice to trust your... Hey, I never lost a battle. Don't underestimate. Light always prevails in dark. Hesitating is a new challenge, new... Death. Humans are far more destructive than natural disasters. Even children know that. What's this combat. New toy? Got a name? Name's Elisnes. A latest break striker, beefed up with extra armor. Code red. Code red. Main cabin breach. Hangar on fire. Explosion in the elevator's midsection. Garrison's lower section disintegrating. Warning. Oxygen level below 20.9%. Initiated. Mind projection system activated. Injecting EIC particles. Initiating system diagnostics. Structural integrity confirmed. Newtai armor, 確認。報酬エンジン出力、確認。ステーションからの緊急通信を受信しました。本機動ステーションは地上基地と同時にテイヤ戦線からの攻撃を受け損傷が甚大。本機動ステーションは120秒後自動的に解体を始めます。各位順次避難をしてください。避難って言われてもな、全部粉々だってのにね。他の方法を考えよっか。してくれないかね。メイン武器エネルギーライフル、サブ武器ビートブレード、チェック完了。
のステーションもうダメかな。早く脱出するよ。突入する。警告、加熱状態中。システム再起動完了。エネルギー供給モジュールの異常を検知。排除を施行します。流体アーマーが一時的に機能停止となるため注意してください。配置圏を抜けても流体アーマーが加熱になるだけか。すごいな。ここは軌道エレベーターの近くかな。でもなんでこんなに混乱してるんだい。 OS、 近くの平和維持部隊の指揮センターに連絡してくれ。竜宮地上基地からの強制通信を受信しました。竜宮、こちら第48基地本部、これより高速移動が可能になります。高度は98、エネルギーの残量には常に注意を払ってください。ここは機動ステーションとほぼ同時にテリア戦線からの襲撃を受けた。我々は現在崩壊によるデブリ落下で混乱していて申し訳ないが支援はできない。公共の目標を大丈夫さ。こっちから何か手伝えるかい。そちらのエリアは今テリア戦線の超大型バイセットライカーに攻撃されている。可能であれば走行の構造、最大許容限界に到達。はあ、もうダメか。外部走行の強化を予定。メイン武器をエネルギーカノンから接近戦闘用のハルバードに切り替え可能。ハルバードは流体アーマーを駆使し、敵機本体に大きな直接ダメージを与えられます。レールバンドの攻撃も可能になります。命中した際の衝撃力で相手の動きを中断させることで、メイン武器をエネルギーカノンから接近戦闘用のハルバードに切り替え可能。手持ちシールドをタイミングよく展開すると敵の接近攻撃を弾くことができます。シールドを展開して正面からの攻撃を防御できます。メイン武器をエネルギーカノンから接近戦闘用のハルバードに切り替え可能。メイン武器をエネルギーカノンから接近戦闘用のハルバードに切り替え可能。先生、実にけしからん奴らだ。誰一人逃さないよ。正面は俺が出すの。
ください。おい、鉄くずにされたくなければ早くこっち来い。任務を引き受けてください。これから執行する任務を決めてください。受注可能な任務があります。詳細を確認してください。模擬戦場クラオブ陥没港に向かい作戦演習を開始してください。本作戦演習の戦闘データは極めて重要なものです。あなたのプロファイルに記入されることはないが、必ず真剣に対応してください。本模擬戦の戦闘 AI は全てメカブレイクのエースパイロットの行動パターンに基づいて作成されたもので、意識投影システムを通じてあなたのコクピットに反映されます。メカブレイクとの戦闘になれるまで少し時間がかかるかもしれませんが、任務目標の遂行こそ最も大事であることを夢忘れないでください。では幸運を祈ります。模擬戦 AI プログラム起動。デッキとパイロットを生成、チームマッチング完了。自立 AI モジュールを起動中。流煙パイロット、速やかに出撃の準備を整えてください。ルミナ、スタンバイ。関翔、スタンバイ。作戦の目標はクラオブ陥没港でのデータ回収です。
制限時間内にできるだけ多くのデータを回収してください。そしてデータが奪われないように確保したデータノードを守り通してください。
ちが間もなく作動し、味方が